結果を出したいですね。はい、片山からアンビョンジュン、エリア内左足、いやこれも囲いですかね、はい、素晴らしいですね。熊本まだチャンス、クロスが入ってヘディング、囲い、囲い、ナイスセーブを連発。3本ですか後半だけで、はい、素晴らしいですね。そうですね、まさに福岡の守護神囲い健太郎、遠いサイド片山触ることはできませんでした。今正直あの3本目のヘディングシュートは正面でしたので、まあその囲い選手の技術的にはそんな問題ないと思うんですけども、まあこのシーンなんかねかなり難しいと思うんですよね。そうですね。